様、こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日のテーマは都道府県別貧困率。11% から 35% まで、そのギャップの秘密を探っていくぜ。それでは早速始めましょう。まずは、こっちのグラフから見てくれ。貧困率のトップ5とボトム 5? そうなんだ。まず、ここの貧困率を説明しよう。各都道府県ごとに物価が違うので、都道府県ごとの最低生活費には差がある。最低生活費というのは生活保護を受けられるレベルと考えていい。そして、何パーセントぐらいの世帯が最低生活費以下の所得で暮らしているかを調べているんだ。そうか、全国平均の 18.3% というのは、全国の 18.3% の世帯が最低生活費以下で生活しているってことね。そうなんだ。まず、その数の大きさに驚くが、とりわけ貧困率が高い都道府県がある。沖縄県。そうなんだ。沖縄県はいずれ別に取り上げたいんだが、少し飛び抜けて貧困率が高い。続いて、鹿児島、青森、高知、大阪と続いていく。逆に、貧困率が低い、つまり、最低生活費以下で生活している人が少ない都道府県もある。それが、良い方から富山、福井、滋賀、茨城、愛知なんだね。別に都会に近い方が立地で、地方の方が貧困率が高いとかそういうわけでもないのね。ちなみに、東京や神奈川は 16% ぐらいだから、全国平均より少し良い感じだぜ。全体的な傾向があるの?すごくざっくり言ってみよう。日本の南と北、つまり、沖縄、九州、四国、そして、北海道、北東北は貧困率が高い。逆に日本の真ん中、中部地方や北陸地方は貧困率が低いんだ。一方、近畿地方は極端に二つに分かれる。大阪、京都、和歌山のように貧困率が高い都道府県と、滋賀や三重のように、低い都道府県がある。寒いから貧しいとか、そんな単純じゃないんだね。そうなんだ、単純じゃない。それをこれから掘り下げていこう。まず、注目なのは、父子家庭、母子家庭の比率だ。こちらの散布図を見てくれ。貧困率と、父子母子家庭?貧困率と、一人親の家庭の数は関係があるということ?そうなんだ。順番に見ていこう。黄色い点が、都道府県。赤い線が傾向を表している。縦軸が、さっきの棒グラフに出てきた貧困率だ。だいたい、10% から 40% の間にある。一つ、上に飛び足している黄色が沖縄県だ。なるほど、赤いラインが全体の傾向で、一つ、30% を超えて飛び出してる黄色が沖縄なんだね。次に横軸が父子、母子家庭の世帯数だ。各都道府県で、100世帯あたり、どれくらいの世帯数かが、表示されている。そうか、100世帯あたりで、多い都道府県だと、10世帯以上、少ない世帯だと5世帯ぐらいなんだね。そうなんだ。都道府県によって、一人親世帯の比率は倍ぐらい違う。ちなみに、父子、母子家庭世帯比率のトップ5は、高知、北海道、宮崎、鹿児島、沖縄だ。この5つは、貧困率も高い。逆に、ボトム5は富山、福井、東京、神奈川、滋賀だ。富山県は貧困率が最も低いし、父子、母子家庭の比率も最も低い。傾向は明らかなんだ。やっぱりシングルマザーとか大変なんだよ。その比率が都道府県で違うんだね。ちなみに右上の相関係数は、関係性の強さを示していて、0.7 以上だと強い相関があると考えてくれ。他にも関係性の強いデータはあるの?こっちの散布図を見てくれ。貧困率と精神科診療内科医師比率?え?貧困率と精神科のお医者さんの数は関係があるの?意外に思う人もいるかもしれないが、まず生活保護費のほぼ半分を占めているのが医療扶助だ。その中でも一番大きいのが、入院費。さらに、入院費の中でも一番大きいのが、精神科への入院なんだ。そうか、じゃあ貧困率が高いところで、精神科診療内科のお医者さんの比率が高くても不思議じゃないんだね。メンタルヘルスと貧困の関係は複雑だ。先天的に脳に障害を持つ人もいるし、後天的に精神疾患を患ってしまった人もいる。いずれ改めて取り上げてみたい。引きこもってしまったり、うつ病に悩まされる人たちもいるもんね。そこは貧困とつながるね。今度は逆に、これが高いと貧困率は低いという、逆の関係にあるものを取り上げよう。まずは、この散布図を見てくれ。貧困率と正社員数?相関係数が 0.84 ってことはとりわけ関係が深いってこと?そうなんだ、この二つの関係は文句なしだ。やはり正社員と非正規雇用では、所得に差が出る。20代のうちは、気にならない程度だが、40代で、大きな差になるので、正社員が多いと貧困率が低い。具体的にどんな都道府県なの?正社員の比率トップ5は、東京、福井、富山、愛知、石川だ。逆にボトム5は、低い方から沖縄、和歌山、鹿児島、奈良、青森だ。高いところでは 30% を超えるが、低いところでは 20% 程度。この間で貧困率に差が出ている。正社員の比率って、どんな産業が多いかで、変わってくるの?霊夢、いいところに気づいてくれた。
こっちの散布図も一緒に見てくれ。貧困率と第二次産業従業員数？第二次産業ってなんだっけ？うん、ざっくり言うと第一次産業が、農林漁業。第二次産業が、工業建設製造業。第三次産業が、それ以外。スーパーマーケットとか、学校の先生とか、銀行員とか、みんな第三次だ。日本人は、第三次産業の人が多いの？そうなんだ、日本は圧倒的に第三次産業に従事している人が多い。逆に第一次産業の人は少なくて、第二次産業はその中間にあたる。じゃ、この第二次産業に従事している人の比率が高いと、貧困率が低いの？具体的な都道府県名を出してみよう。第二次産業に従事している比率トップ5は、富山、滋賀、静岡、三重、岐阜だ。あ、やっぱり日本の真ん中の方なんだね。そうなんだ。逆にボトム5は低い方から、沖縄、東京、北海道、高知、福岡だ。東京は特殊としても、やっぱり、南と北に分かれるんだね。工業建設製造業に従事している人が多いと、貧困率が低いというのは一見意外に思えるかもしれない。銀行員、商社マン、医者、弁護士などは、全部第三次産業だからだ。しかし、この第三次産業の中が、今の日本は非正規雇用だらけになっている。そこで、子育てすると、貧困が発生する。まして、シングルで育てるとなるとなおさらだ。そうか、第二次産業の工業建設製造業の方が、雇用形態がしっかりしているということなんだね。子育てを前提として、年収がじっくり上がっていく。この従来のシステムが、今も残っているところは強いと言えるかもね。ただ、経済学的には、この第二次産業のサイズをどんどん大きくすることはできない。他国との競争もあって、一定の枠に収められるのが普通だ。そこで、第三次産業の中で、貧困が発生しない方法を考えていくしかない。全国平均で 18.3% が貧困なんでしょう？問題だよ。最後に、貧困率の歴史を見てみよう。こっちの線グラフを見てくれ。貧困率の推移。1992年から2012年を並べてあるんだね。そうなんだ。まず、赤い線に注目してくれ。貧困率の全国平均は、1992年の 9.2% から2012年の 18.3% まで、20年間で2倍に増えている。これはもちろん、感染症に苦しめられる前だ。最低生活費以上に稼げない人たちがどんどん増えているんだね。沖縄は、少し特殊にずっと高いんだが、大阪、東京、愛知など大都市も全般的に上がっている。本当だ。全体的に貧困率は上がっているんだね。そうなんだ。20年で2倍というのは、貧困率が低い県でも起きている。その理由は様々だ。産業構造、離婚、メンタルヘルスなど複雑に絡み合っている。ただ、生活保護を求める人は増えるし、出産にブレーキはかかるし、消費も冷え込む。マリサー、暗い気持ちになっちゃったよ。待て待て、霊夢、落ち込んじゃダメなんだ。そのために動画を作っているわけじゃない。一度、貧困に落ち込んでも、日本はそこから脱出できるチャンスもいろいろ用意されている。ただ、精神的に参ってしまうと、そのチャンスも見逃してしまうんだ。そうだね。貧困層が増えるということは、そのための動きも増えてくるんだよね。そうなんだ。今の日本は貧困が全く珍しくない。恥ずかしがらず、道を探す。各都道府県を比較したのも、そこからチャンスを探すためだ。都道府県によって差があることもよくわかったよ。一人親世帯とか、メンタルヘルスとか、第二次産業とか、いろんなものが関わっているんだね。日本自体の生産力の問題もあるが、一方で年収1億円を超える人たちもいる。そこも、今後取り上げよう。あ、そうだ。日本の格差所得編とか資産編とかでもやったけど、日本にも富裕層はいるんだよね。世界的に見れば、兄弟富豪は少ないが、富豪はたくさんいるのが日本だ。その辺も都道府県別に見てみよう。楽しみだよ。本日もご視聴いただきありがとうございました。皆様のご質問やご意見を、コメント欄でお待ちしています。どんどん書き込んでね。チャンネル登録、ご評価、くださる方々に、感謝しています。それではまた見てくださいねー。見てくれて、ありがとうだぜー。